こんにちは、渡辺翔一です。今日の動画はこちら。はい、タムロンの 28-75F2.8DI3 の VXD の G2 モデル A063 というね、4月に発売するレンズですね。こちらの方で春の花を撮っていこうということをやっていきます。それではレッツゴー。はい、こちらのレンズなんですが、タムロンからね先行でお借りしているような感じになります。せっかくだったらね桜を撮りに行こうかなと思ったんですが、 CP プラスの時期ぐらいからね急に寒くなったじゃないですか。で、今日もね冬の格好をしているんですけどね、天気がこんないいのに。なんか京都とか滋賀の辺はなんか朝からね雪が積もったらしいです今日。はい、もう来週桜が咲くっていう感じなんですけどね、今はもう気温も10度を切っているような感じです。まあ、とはいえね、あの桜はまだですけど、こういうふうにミモザとかがね綺麗に咲いてますので、こういうのを撮っていきます。まあ、こういうちっちゃい花がねたくさんついているようなものですね。ミモザとかあの三種油っていうね、どっちも黄色い花になりますけど、こういう花、うん、でこちらの 28-75 の 2.8 のねタムロンの新レンズっていうのが、まあ、タムロンらしくね特徴っていうところで言いますと、まあ、小型軽量っていうところと、あとは近くにねしっかり寄って最短撮影距離が非常に短いっていうところはね、あのだいぶタムロンのレンズとしてメリットがありますので、 2.8 っていうところのねボケの描写とかね、そういうところとワイドでしっかり最短撮影距離寄れるっていうところでね、ちょっと違う描写を見せていけたらなというふうに思います。こちらもそういう感じでね撮っていこうと思いますので、それではちょっと撮っていきます。はい、このようなねミモザみたいな花っていうのを撮るときは桜とかと同じなんですが、花として撮るか木として撮るかっていうのを、まあ、はっきりさせてから挑みましょうということです。まあ、このようにね木として見たときも結構綺麗なビジュアルをしてますので、まずは遠目からね木として風景と一緒に撮るというのをします。その後にだんだん近づいていって、ここのたくさんね黄色がついてますけどお花の部分っていうのをクローズアップして撮っていきたいというふうに思います。ではまず木として全体を撮ります。上の雲とかが結構面白いので縦でね入れていって、ちょっと露出差があるのでなかなかね全部入れるのは大変なんですが、この辺はね後でちょっと現像をすることによって黄色を引っ張り出していこうかと思います。上の雲までねしっかり入れて撮ります。ということでね、風景的に木としてねミモザを撮るっていうのをやりました。レンズはねもうワイド端の 28mm でやっていましたのでね、若干ちょっとピチピチでした。まあ、そこはね24スタートと28スタートっていうところでちょっとね24スタートっていうのに慣れてるので、若干もう一歩っていうところはねあったんですよ。で、今ね花にしっかり寄ってみましたので、ここでまあ、望遠の方の 2.8-75mm の時点での 2.8 っていうのをやってみるっていうのと、まあ、あとはねワイドでこのレンズ 28mm ワイド端で 0.18m ですね、もうほんとフードを外して近づいた方がいいかなっていうぐらい近づけるレンズになってますので、この辺りっていうのはね液晶の中をぜひ見ていただきながら、こんだけ近くてもねピントが合うっていうのを体感していただけたらいいかなというふうに思います。それでは花自体をねクローズアップしてしっかり撮っていきたいというふうに思います。はい、一旦ねこれ望遠端の 75mm で 2.8 っていうね描写です。まあ、この辺りのね描写は皆さんももう見慣れているかなっていう感じですね。中望遠に当たるぐらいの描写で 2.8 ということで、後ろがね綺麗にボケていっていますよね。まあ、前の方も綺麗にボケてますね。よっ、この辺の中望遠にしての 2.8 っていうのはほとんどね何も考えなくてもみんな綺麗な写真を撮っていけるような領域ですよね。後ろのボケとかそういうのを意識しながら、結構風があるのでシャッタースピードだけね心なし早くしてあげましょう。まだまだね天気がいいのでだいぶ早いシャッタースピードは出ますが、ピントとかブレに結構気をつけて、そう結構揺れるんですよこれね。で奥に一瞬ピントが合いましたけど、こういう感じでね奥のものにピント合わせていっても前ボケっていうのは綺麗になります。ちょっと太陽がね強くなってくると色っていうのが飽和するので、そこだけ注意してあげて、まあいい感じでねその全体画面全体がその黄色とか緑色に
埋まっていく世界みたいなのをイメージして撮ることができると春っぽくなるかなっていう感じですね。綺麗ですよね。おー、風が強くてね、前にある、おー、今一気に前の花がね持ってかれましたけど、うん、っていうのがね、75mm の 2.8 中望遠の 2.8 っていうね、美味しいところで撮ってみた感じです。はい、じゃあ続いてね、このレンズの強みでもあるワイド端で 0.18m まで、 0.18m っていうのはね、ここです。ここの撮像素子がある面から 0.18m なので、もうほぼレンズの先端ピッタンぐらいまでねピントが合うような感じになってますので、もうね寄るときはねフードを外しちゃった方が安全だと思います。レンズフード基本的に屋内でも屋外でもきちんとつけておきましょうっていう話をするんですけど、マクロレンズをはじめねすごく寄れるレンズっていうことになると、まあ、フード自体が例えば影に、これの影が出ちゃうとか、あとはそのフードっていうのをやっぱ花にね当てちゃうと花をまあいじめちゃうような感じになっちゃうので、あの花をねちゃんと守っていくためにもフードを外してきちんと近づくね。これぐらい近づいちゃうとやっぱフードがあるとね当たっちゃうじゃないですか。だから、マクロとかこういうレンズでねしっかり寄って撮るときっていうのは、まあ、レンズフードを外すようにしてください。はい、今ねだいぶ寄れてるの分かります？これぐらい寄ってもねピントって合ってんですよ。ほらちゃんとね緑色に合照するでしょ、 AFS の。ただねマクロチックに撮ってるので風でこの花が前後するたびにピントがね合わなくなっていくので撮影するのがむちゃくちゃ難しい。うまくいくかなね。あー、やっぱ揺れますねこれ。もうちょい揺れないところのお花を探していこうかな。風とかでなんか持ってかれない花を探していこう。この辺で撮ろう。お、これぐらいでピントが合うんだ。はい、ワイド端 28mm で全然これでもピントが合うと。もっと寄れるかな。合うねピント、すごいすごい。もう花に当たっちゃいそうなぐらいですけど、これでもピントが合う。ただねだいぶ風の影響を受けるんで、あの風がないところとかでやった方がねやっぱ楽かもしれない。風があるときは大変だねこれ。はい、まあ、こんな感じでね風が結構ある時っていうのはマクロと同様こういう風に寄れるレンズっていうのはね、あの奥で花が揺れてても近いとねその揺れの量っていうのが一気に相対的に大きくなるじゃないですか。だからあの撮るのがね結構今日の風なんかだと大変なんですけど、まあ、この辺のねレンズこれぐらい寄ってもピントが合うよっていうのは液晶の中のね合照で見ていただけたので、実力値自体は分かっていただけたかなという風に思います。はい、今ね風が結構強かったのでいろいろ試してたんですけど、すごいことに気がつきました。AF のね S でその合照すると緑色になるじゃないですか。だからそういうところをお見せしたくてずっとね AFS で撮ってたんですけど、 AFC の 3D トラッキングにしたところですね、なんと被写体はね全認識の状態にしといてなんですけど、花のねところに1個ピントが合うとそれをね追尾ほらしてくれます。これ今してるでしょ、すごいですよねこれ。ほら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 、ずっとこのお花をしてくれてるじゃないですか。ほらすごくないですかこれ、花認識を。ちょっとね、うん、一回こうやって食いつくと、おーすごいすごいすごい。ちょっと風激しすぎるけど大丈夫これ。おーすごいなこれ。ここはいいね、ここの液晶のとこはちょっとお見せしたいな。どうでしょうか、しっかり見ていただけますか。それよりもシャッターを切れという話ですね。うん、一回ちょっとねシャッターから離すとこうなりますけど、一回ここのこうこのね丸型ね、このミモザの花自体が一つ一つがねちょまん丸なのがあのよく効いてるのかもしれません。まああの形によってねできる花できない花っていうのがあるかと思うんですけど、こういう風にね風で揺れちゃう花とかも 3D トラッキングでうまいこと揺れてんのを終えたりするかもしれないのでね、あのできるカメラを持っている方はぜひチャレンジしてみてください。はい、
はい、ずいぶんねひっそりとしたところなんですけど、ソメイヨシノがね咲いております。すでに今日が3月20日、3月20日なんで、まあ、開花宣言っていうところよりはねちょっと早めの人たちですけど、この子たちはねすでに咲いております。ただ雪柳に囲まれて木の下とかまで行けないのでね、この柵のところから頑張って望遠を伸ばして撮影していくような感じになります。日当たりもね悪いんで結構渋めの写真になるんですけどね、せっかくの桜なんで撮っていきます。はい、雪柳のね咲いてるシーンに来ました。桜とね非常に相性がいい雪柳っていうことで、まあ、こういう風にねお花がすごく群生して咲きますというところで、ちょうど今雪が降ってきているね、まあ、こういう風にね群生して咲く花なので、非常に撮りやすいお花といえば撮りやすいお花です。まあ、こう言ってもこう言ってもね、奥行きっていうのを作ることが簡単にできるお花なので、中望遠から望遠っていう距離感にかけてしっかりねピント位置をどこかに決めて撮っていただくっていうことをすると、前と後ろが綺麗にボケていくっていうのができます。で、全体的に白いお花なので、まあ枝とかがねたまにゆるーって出てるようなところがありますけど、そういうところとかはねどかしてあげて、うまいこと丁寧に撮っていってあげればいいかなというふうに思います。それではね早速こちらのレンズでワイド望遠っていう感じでね 2.8 の描写を生かして撮っていきたいと思います。はい、じゃあここでねこういう感じで撮っていきます。心なしねファインダーの中はがっちり明るめにしていってあげた方が綺麗でしょう。で、こういう風にねピントを1箇所に当てるとね、奥の方とか手前の方が綺麗にボケていく感じにはなるんですが、ところどころねこのツルみたいなものがね、茶色いものがこうやってニョキニョキと出ているのがありますので、こういうものはできることならちょっと意識して避けていってあげるといいかなというふうに思います。こんな感じでね前と後ろどっかお花にしっかりこうやってピント合わせていってあげるとね、こうカメラをね上下に動かしていくだけでも綺麗な前ボケっていうのが発生していきます。カメラのアングルとかね、こういう感じにすると右上の方がね黒くなっていっちゃうので、できることなら画面全体真っ白に埋めていけたらいいかなという感じです。この辺で撮っていきますよ。で、近距離のピントからこのね真ん中ぐらい中ほどにこうピントを持っていくと、はい、こういう感じで前ボケがすごくね綺麗な感じの描写になっていきます。黒いところがね目立ったりするので、その辺をにねこういう風に前ボケの白っていうのを入れていってあげると、画面全体白みたいな感じで綺麗に収まっていくかなって感じです。はい、もっと寄っちゃっていいね。ご覧ください、28-75mm のレンズで Z8 で 2.3 倍クロップしてですね、何ミリになるかよく分かりませんが、これで 4K 動画をね撮っております。ピンク色の木蓮をハチドリがガツガツと食べている、蜜吸ってるのかなと思いますけどね、相変わらず大食感のハチドリ、望遠じゃないのでね写真を撮りにはいきませんけど、75mm の 2.3 クロップでねここまで行くと、うお、むっちゃ食べてるね、おお、すごいすごい、もうガッツガツいってます。はい、以上ハチドリの食卓でした。はい、まあ、こんな感じでねネモフィラはまだ咲いておりません。思えばね去年はこのネモフィラが咲いた時にシグマの単焦点3本を持ってねここに来ましたね。この後ドーンとねネモフィラが咲いてたくさん人が来るような感じになります。
はい、菜の花の、ね、咲いているところに来ました。今ね、私の顔がちょうど太陽を受けているような状態なので、太陽こっち側からねこう来ているような感じです。なのでここから菜の花を見ると順光っていう感じになります。まあ、こういう黄色い花とか、あの秋の彼岸花とかもそうなんですけどね、こういう比較的彩度が高い鮮やかめの色をしている花っていうのは、あのこのねすごい強い太陽の下順光で撮ると結構色っていうのが飽和したり汚い色になりがちです。ですので、まあ、こっちからね撮るよりも向こう側逆に回ってね太陽の方を見ながら撮る、まあ、いわゆるね逆光で撮るっていうことをした方がドラマチックな写真になりやすいです。まあ、この辺ねちょっと撮り分けて、順光を逆光で撮り分けてね2枚お見せしたいなというふうに思います。おお。やっぱね巡行の時と比べると色っていうかそういうものがね綺麗かな。どうでしょうか。こういう風に中ほどにピント合わせてあげて、前と後ろと奥っていうのを作ってあげることによってレイヤーをね作っていくような感じの撮影になります。前中後ろっていうねことで3レイヤー作ってね撮影できますね。前ボケ、ピントがあったとこ、後ろボケ、ほらカラスがおるけど、はい、こういう感じです。逆光の時の描写ですね。はい、ボケの、ね、仲間が咲いております。この辺はね梅とか桜と同じバラ科だったはず、うん、こういう感じで花がねバチンとね集まって咲くので、梅とか桜に比べると結構撮りやすいです。花自体はねそれほど大きい花ではないんだけど、これだけ密集して咲くとね、あの梅みたいに枝に負けるっていうことがないので、比較的これも撮りやすいかなと思います。どこかいい感じのね綺麗なグループを見つけて撮ってあげるようなイメージです。一緒に、まあ、緑とかもね入れてあげて印象よく撮れたらいいかなというふうに思います。ではやってみましょう。今この描写がワイドで寄れるっていうね描写を生かしていく感じ。あ、こっちピンク用だ。こっちはピンクだね。ピンクオレンジ。後ろのこの木がね若干うるさいのでと思ったら、こっちは風車でもっとうるさいので、ちょっとだけズームしていってこの木をかわそうかね。それか近づくかして、ピンとここでかわしていけるかちょっと怪しかったので緑に隠します。そして後ろの青空が若干残ればと。ものすごく天気がいいのでシャッタースピードが1万とかになっている。ちょっと右の枝がうるさいよね。もうちょい近づこうか。花逆光で後ろの空がねすごい鮮やかに映るね。うん、思ってたより濃く映せたかな。でこういう感じでその逆光気味になるから綺麗に光っている花を撮ってあげようという感じ。寄れば寄るほど緑色のボケっていうのが甘くなっていく。あんまりやるとトロトロになりすぎるので、ちょっとだけね花葉っぱの形が残るぐらいで撮ってあげてもいいかな。ここは距離感とかをねうまくコントロールして撮っていこう。
綺麗ですね。ピンク色のね花が咲いているので何かと思ってやってきたらですね、最後の最後の梅でした。もう来週桜が咲くっていうぐらいのタイミングなんですけどね、ほとんどの梅がもうこっちの方とかね終わってるんですけど、一部このね綺麗なピンクの花が見えているところがありました。この場合に面白いのは隅っこの木だけなぜか桜なんですよ。これは梅なんですけど、これ隣ね桜なんですよ。だからこの後この梅がね終わった後にこの桜が咲いていくと思います。で今回の梅は非常に綺麗なねピンク色で、紅梅とかそういうね激しめの色でもなく、ほんのりと綺麗なピンク色になっております。梅を取る時のまあ一番大事なところとしては、やっぱ花に比べて枝っていうのがねものすごい力強くなっちゃうので、いかに枝のね力強さみたいなもので花が消えちゃわないかっていうところを大事に取っておきます。だからまあ比較的ねマクロとかその一部の花をピックアップして撮るっていう撮影には適しているね、あの相性のいい花になります。ですのでこちらの梅の花ね、この花がボコッとねグループみたいについているところを中心に切り取りながらマクロ的に撮っていきたいっていうふうに思います。非常に透き通っているような花の感じで綺麗だね。以上で花は比較的グループでつくと、で後ろのね枝がこういうふうに強いじゃないですか。こういう感じで撮るとね花の右側の枝っていうのがすごく目立つんですよね。なのでちょっとね心なし位置変えて避けていってあげるだけでもだいぶ違ってくるかなっていう印象です。この辺の枝のコントロールっていうのがね難しいですけど、うまいこと絞りを広げたりとかしながら、なるべく茶色のね強さっていうのが目立たないようなアプローチをしていきたい。あとはその枝のね先端に咲いているお花とかっていうのは比較的他の枝をかわしやすい場所にありますよね。キラキラ光っているような花、ピント位置は超重要で、近づいていってここもねアムロン特有最短距離が近いっていうところを生かしていって、広角で撮っていきたい。この辺とかね若干強い枝がありますけど、まあ、画面のね対角線角っこから枝が伸びてくるっていうような感じにして、枝で構造を作っていってあげるイメージです。ちょっと太陽が出たり入ったりがね厳しいので、だいぶ露出がコロコロ変わっていってね難易度的には結構高いんですけど、しっかり捉えていきましょう。結構雲が濃くなってきたね。まあお花の撮影的にはこの方が影っていうのがねあんまり出なくなるから、柔らかい印象では撮りやすくなっていきます。結構塊でこういう風にね花がつくので、そういうことで言うと面白いかな。後ろのねこの緑みたいなものもちょっと自分の位置をこうやって変えていくことによってね位置を変えていくことができるので、こういう天気だったらもしかしたら背景っていうのはもう真っ白でまとめちゃった方が見やすいかもしれません。こういう感じでいくよりはね若干ざわざわしますよねこれだと。こういう感じでちょっとねノイズになるようなものをいかにこう排していくかみたいなところが重要ですね。それかまあ後ろをねこういう風に完全に緑色に仕切れるのであれば、この状態若干ね背景が緑白っていうのであるのでざわざわしていますけど、ここからぐーっとねズームをしていくことによって緑メインの背景、緑ピンクメインの背景にしていくことができるので、
ここでしっかりピント合わせて撮っていけば比較的綺麗。なんか虫がおるな。なんか虫がおるな。溶けた。はい、こういう感じでね、緑と白っていうのが背景に両方あるとね、色的にざわざわしています、枝も含めて。ですのでこういうところからズームでねできるっていうのを活かしていって、こういう風にズームしていくと、まあ緑は緑なんですけど、緑とその白っていう感じで結構背景はシンプルになってね、ピンク色が綺麗に強調されますよね。なのでこれぐらいでしっかりピント合わせて撮っていけば綺麗かな。ピンク色のね梅、最後の最後の梅になるかと思うんですけど、これを撮っていきました。まあ、梅っていうのはその花に対して枝がものすごく強いので、この枝をどれだけ避けていくかっていうのが撮影の際の一つのポイントになります。狙い目としては枝の先っちょにある花みたいなものは結構狙いやすいです。先っちょにある花を狙っていくことによって、まあ、空とね一緒に撮っていくような感じになって、この太いね幹とかっていうところを外しやすくなります。あとは、まあ、花がね集合しているところとかっていうのをしっかりピックアップしていきつつ、まあ真ん中にね、木の真ん中に向いて撮るとどうしても極太の幹っていうのが入ってくるので、ちょっとね軽く角度を振るじゃないですけど、視線の目線の行く位置っていうのをね変えてあげることによって背景をよりすっきりさせることができるようになります。背景はできれば一色にしてあげた方がざわざわしないでね、撮りやすい、まあ、写真として見やすい写真になっていくかなっていうふうに思いますので、まあ、そのあたりね、梅の季節っていうのも終わりますけど、いろいろな植物に対してね適応できるやり方だったり考え方だったりしますので、まあ、適応してみてください。こんな形で梅の隣桜っていうことで、桜のつぼみがねだいぶまあまん丸になってきているなっていうところです。まあ、開くのはもうちょっとしてかな、もう1週間で開くか開かないかどうかなっていうぐらいの感じですね。この辺この辺っていう奥のね何本の木が桜なので、この辺もまあ春になったら美しく咲くことでしょう。はい、3週です。3週はねご覧の通りの感じなので、まあミモザとね同じような感じで、木に対して花がねポコポコついているような感じになります。ここの場所的にちょっと木全体を写してね背景と合わせるっていう場所ではないので、まあ花にねピックアップして、このね最短撮影距離を思いっきり寄れるっていうようなところを活かして撮っていきたいと思います。こういう感じで下から上を思いっきり見上げて撮っていくような感じするといいかもしれません。空がね青い空が一緒に入っていくので結構いい感じで映るかな。枝が強いのでそれだけ要注意、逆光なので非常に綺麗ですね。よ、枝注意だね、本当に上の枝がうるさいかな。ど真ん中ちょっと抜けてっちゃうけどやむなしかな。ここはちょっとねいろいろポジションを変えながら、見ていっていこうと思います。こういう風にね前ボケ気味に入っていってもとても綺麗よ。うん、いいですね。この辺の枝だけ注意して、ちょっと真ん中に入っちゃってるからもうちょっとずれていって、こういう写し方でも綺麗ですね。青空と一緒によく決まっていきそうな感じです。この辺もいいかな。はい、開花前ということなんですけど、なんと運がいいことでしょう。偶然ソメイヨシノがねもうこういう感じで咲いている気の早い桜がいてくれました。しかもねこの枝が重さでボーンとね下に来てて、この高さで撮れるということで、一番最後に一番贅沢なものが来たっていうことでね、最後このレンズでしっかり撮っていきたいと思います。ではもう一息。はい、じゃあ撮っていこう。おー美しい。もうこれ中望遠のところでピントを合わせていけばどこで撮っても綺麗になるな。桜
日も当たりがいい感じだしね。この半ばぐらいにピント合わせると手前奥っていうのがもう全部ボケてものすごく綺麗になる。桜の場合は梅に比べると枝っていうのがだいぶ弱くなるから、これだけ咲いてると梅よりはねだいぶ取りやすいです。もう花にピント合わせてしっかり取ってあげたらすごく綺麗にいく。いいね、美しい。ちょっと75テレタンで撮りまくったので、ちょっとね次はワイドで撮っていきます。ワイドは最短撮影距離がねもうないに等しいので、もうフード外して突っ込んでいこうと思います。この辺ね、はい、ということで今日はですね Z8 にタムロンの28から75の 2.8DI3VXD の G2 っていうね4月に発売するレンズを先行でお借りして、春の花っていうのを撮ってきました。おかげさまでね、まだ開花の宣言っていうかその日になってないんですけど、気の早いソメイヨシノがね最後こうやって迎えてくれたような感じになります。はい、今回のこのレンズのね復習しておきましょう。タムロンの4月に出る標準ズームレンズ F2.8 透視になりますが、タムロのね得意なところをぐっとね詰めてきてくれてる感じです。まず重さが 550g っていうことで、2.8 透視のレンズにしてはね、もう1日中振り回すにしても結構軽くて便利っていうのがまず一番、軽いのは正義ですよね。うん、それともう一つ、最短撮影距離が 28mm の時にね、ここの撮像素子面から 0.18m っていうことで、今もう最後ねフードを撮ってますけど、もうこの辺までね近づいてもピントが合うぐらい、すごく最短撮影距離っていうものも考えなくて済むぐらいのレンズに仕上がっているということです。うん、こんな感じなので、花をね撮るにしても望遠にしろワイドにしろがっつりね寄っていって撮影っていうのができるので、非常に今回も楽しむことができました。ということで、今回の動画以上になります。よろしければチャンネル登録コメントお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。